皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2022年11月6日日曜日でございます。気温は13度といったところでございましょうか。まあ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 、それらしい気温でございますよね。いよいよ冬が迫ってきたといったところでございましょうか。でも冬がやっぱりいつなのかがわかりません。皆様からお便りお待ちしてますのに、ちっともいただけませんじゃございませんか。これはどういったいじめの新しい手法でございますか。僕はこうしたことは断固いけないと反対したいと思いますよ。ですから皆様お便りをくださいませ。よろしくお願いいたします。だって冬至っていうのとか、冬至は冬が来るっていうことなんですか、それとも立冬が冬が来るっていうことなんですか。もうそこら辺もわかりませんよ。冬至っていうのがそもそもあるのかもわかりません。そこまで僕は物知らずでございますから、皆様が僕を育ててくださらないと僕は一向に成長しませんことを言いたいと思います。とのことでしてですよ、そろそろ行きましょうか。僕のお夕飯のコーナーに行きますよ。それでは僕の昨日のお夕飯はビスケットでございます。はい、もうこれもそこそこな定番の僕の食べ物でございますよね。ビスケット美味しく食べることができました。まあビスケットでいいんですかね、その範疇がよくは分かりませんが、パーティーができるビスケットでございます。パーティーができる、よくそのビスケットの名前を使ってそのパーティーをしようみたいな感じの、まあ CM とかで見たことがありますかね、そんなイメージがあります。ただそうですよね、僕もうちょっとそれどうせ食べるならアレンジすればよかったかなっていうことを後悔してます。ケチャップとかマヨネーズとかそういうものをつけたりですね、そういうのがありなビスケットなのでございますよ。そうなんです、そうなんです。なんかお野菜とかそういうものを乗っけちゃって食べたり、そうしたことができるビスケットなのでございますよ。アレンジ豊富な、ですからそうですね、最近アレンジレシピやってませんので、たまにそういうものを食べたのでしたらやればよかったなってちょっと後悔です。ただカレーのアレンジレシピはご覧になってくださいました、ツイッターで。ツイッターでちゃんと、あとインスタグラムも載せてますからね、フェイスブックにだって載せてますよ。そこら辺をお見逃しなくよろしくお願いいたします。くれぐれもですよ。そしていいねみたいな感じにしてくださいますと嬉しいばかりでございます。ではでは、本日のお便りの方にも行ってみましょうか。本日のお便りいきますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピア、あーすいませんね、サンピアさん、お便りまたまたありがとね。めっちゃめちゃめちゃ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 嬉しきですから。最近もうアレンジが全然わかりません。はい、感謝のアレンジが、そしてそんなアレンジを好きだよって言ってくださったそうした方のお便りも最近ありませんね。あーすみませんね、
ちょっと落ち込んじゃいまして、そんな風な気持ちではいる次第でございます。それではその気になるお一言拝見しましょうかね。じゃん、これは何か聞いたことがあるぞといったようなお一言でございますよ。はい、ものすごいもう耳なじみのあるそんなお一言でございます。なんでしょうね、こうこれを思い浮かべると口の中が甘く包まれるようなそんなようなお一言です。はい、ただこれをご説明するとなると、これ難しそうだな、なんとなくもう難しそうな雰囲気が漂うのですよ。口の中が甘くなるっていうところで、なんとなくそれでもう思い浮かべてくださいませ。それでもうそれで、でももうちょっといきますよ。もうちょっと、例えばですね、これはですね、舞茸とかえのきとか、はい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 、そうしたものの総称があるじゃないですか。菌から育てるそうしたものの総称、そうしたものの総称の、はい、そしてそうしたものの総称の名前がついているお菓子があったりしませんか。そうしたものの総称がついているお菓子が、そういう風に言うと、ああもしやあれかなっていうのがちょっとは出てきませんか。ちょっとは、そうですそうです、それですそれです。そしてそれともう一つ対をなすもう一つのその、はい、まあお菓子があるじゃございませんか。それと言ったらこれといったような、まあもうちょっと言いますと、あれですよ、あのかぐや姫さんが出てきたそれのちっちゃいやつですよ。はい、幼い時のその、なんて言うんですか、その名前でございますよ。はい、かぐや姫さんが出てきた木があるじゃないですか。これ木って言っていいんですかね。これを木って言って、その木のちっちゃいやつですよ。はい、幼いやつです。幼いやつを茹でたりして食べるじゃございませんか。生でも食べたりするんです、美味しいやつだと。そういうことができちゃう食べ物の名前のついたお菓子でございますよ。はい、多分ですよ、はい、多分お菓子じゃないかなって。そして最後はまあまあ、もう僕の分身である幼い、あーはい、幼いものが誕生したとしたらみたいな、そういうことでございます。はい、その3つが続くことによって語呂のいい言葉になっているなみたいなことでございます。ですからターンターンターン、まあそうですね、ターンターンターンみたいな感じな勢いでついつい言っちゃえるような、そんなようなお一言でございます。こんな説明でお分かりになられます。まあ2つ、まあこれギリギリ分かられる方いらっしゃるかなっていう感じはしますよ。はい、それぐらいまあそこそこいけたんじゃないかなっていう、説明ではいけたんじゃないかなって、まだ頑張れた方じゃないかなって僕は言いたいと思いますね。それぐらい今回のお言葉はまあ説明するのが難しいっていう感じがします。ただお菓子じゃないかなっていう感じがするような、そういうことを言っちゃったことによりだいぶ近づいたとは思いますが、でもそうですよ、そういうっぽいっていうだけでそれっていうわけではないとは思いますけれどもね。
はい、とのことでして、どうでございましょうか。つまりこれがこうしてこういうように3つタンタンタンって続くことで、結局どういうことなのでございます。結局どういうことで、そこがいつも謎なんですよね。もう謎が深まるのがこのサンピアさんのお一言の特徴でございます。こうした謎を楽しんでもいただけますことをよろしくお願いいたします。そうなんですよね、サンピアさんのお一言は語呂の良さっていうところが最も重視されるかもしれません。意味云々よりも、それはそういうふうに長年お付き合いできたことによってなんとなく分かってきました。昨日の僕の早口っぽい言葉はどうでございました。あれ、昨日はおはぎさんですか。昨日はおはぎさんですよね。もうよく分からなくなっちゃってきましたよ。おとといですか。じゃあおとといの早口みたいなのはどうでございました。いけてました、ちゃんと。そこはもう気になるところでございます。もう頑張ってますよ最近。ちょっとだってこの放送の始まる前にあえいうえおあおとかやってるんでございますからね。そこの努力、日々の努力をもうちょっとだけ買ってもらったりはできませんかね。そこをよろしくお願いしちゃいたいと思いました。じゃあそろそろ行きましょうか。サンピアさんのお一言、僕の努力、これはもう隠れてしている努力を想像してくださいね。よろしくお願いしますよ。ではでは、サンピアさんよりの一言どうぞ。キノコ、タケノコ、リスノコ。